1871年にペルーで発行された記念切手1888年にニューサウスウェールズで発行された記念切手記念切手とは何らかの国家的行事を記念して発行される郵便切手である。販売される郵便局や販売機関、枚数に定めのない普通切手とは異なり一定枚数のみ印刷され場合によっては販売される郵便局や 販売期間、郵便に使用できる期間までも制限されるのが特徴である。なお、キャンペーンや文化財の紹介、国家的宣伝などの意図を持って発行される切手を収集家は特殊切手と呼称している。ただし、このような呼び分けは日本及び中華人民共和国におけるものである。一般的に世界最初の記念切手とされるのは、 ペルーが1871年4月に発行した切手である。この切手は南アメリカ大陸最初の鉄道であるリマ、カヤオ間の鉄道開通20周年とチョリオスまでの鉄道延伸を記念して発行されたものである。それ以外に以下の切手が最初の記念切手と主張されることもあるが、発行枚数の制限なく大量に使われていたことから一般的には、 普通切手とみなされている。切手に記念を歌う文字を入れた最初の切手はニューサウスウェールズが1888年に発行した6種類の切手である。この切手には英語で100周年と示されている。記念切手が出現した当時はこれを異端扱いする切手収集家も存在していた。1894年頃にはブラックリストに 入れるべきであると主張する切手収集家団体も存在したが大勢に大きな影響を与えることはなかった。現在では最も多く発行されている切手の種類の一つとなっている。一般的に記念切手は何の記念かを明示するために題名が付けられることが多いが何らの説明がない場合もある。また記念切手に慣例的に西暦で年号が入れられているが古い。 時代の切手にはないものが多く、現在でもない場合もある。西暦の他に、日本や北朝鮮など、その国独自の年号が入れられている場合もある。中国の切手には、変号と呼ばれるインディックスナンバーが入れられている。これは、切手の下部に入れられており、1949年に、最初に発行された記念切手には、記14から2などと入れられていた。これは、 1> 第1回発行の記念切手のセットで4種セットのうちの2番目の意味である。この制度は1966年の文化大革命で中断したが1974年から J に変更されて復活し、1992年以降は 20XX-11J といった記名方法に変更された。なお特殊切手の場合は特である。 また同様な制度はベルギーなどでも行われている。明治天皇銀行切手日本の最初の記念切手は1894年3月9日に発行された明治天皇銀行記念である。この切手には英文でも記念名が加えられていた。当時は記念切手という故障はなく特別切手と呼ばれていた。1905年発行の 日韓通信業務合同記念から1927年発行の万国郵便連合加盟50年記念までは記念ではなく記念と書かれていた。これは記念には片身の意味があり、低新章がこれを避けたためだと言われている。大正から昭和にかけて文部省で記念の語を使うようになったためこれに習い、1928年発行の昭和大礼記念から 現在と同じ、記念という表記が使われるようになった。なお、中国では、現在も、記念の字が使われている。日本では、昭和初期まで記念切手は、数年に一度しか発行されていなかった。記念切手は2種、または4種のセットで発行され天皇即位、立大使の礼など、皇室関係の刑事を記念したものや明治神宮や、 伊勢神宮などの神道に関係するものが主であったが、第一次世界大戦終結を祝う平和切手や、第15回赤十字国際会議の記念切手なども発行されていた。第二次世界大戦後は、毎年のように発行されるようになり、現在では、毎年数十種前後の記念切手が発行されている。なお、日本で発行時に記念切手と特殊切手などそれ以外との、 区別されるのは発行初日に作成される初日カバーに郵便局で用意される日付印の仕様である。記念切手の場合、特別にデザインされた記念印が用意されるが、特殊切手の場合には初日用通信日付印が用意される他普通切手などでは図柄のない鳩印しか用意されないため、区別することができる。2008年の郵政民営化前後には、 各地の郵便局や様々な企業がフレーム切手を活用し80円切手10枚であっても1200円から4000円と制作費に原理料などを上乗せして販売した記念切手が販売されているがオリジナルデザインの部分がタフと呼ばれる余白扱いであるため従来の切手とは区別される同様なものはアメリカ合衆国などでも顧客サービスの一環として行われている ありがとうございます。